チャ TV でーす。イエーイ、はい、イエーイ、はい、イエーイ、皆さん元気でしたか？はい、久しぶりですねって、3日ぶりじゃんけ。はい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 、ね、あのね、ほんまにね、今回ね、あのもうね、いい加減毎日動画上げたいねんって思うけど、やっぱね、僕も社会人なんでね、仕事の方が忙しいんですよね。はい、今回はね、あのまあ時間もね、時間もちょっと取れたんでね、今ちょっとね、収録をしたいと思います。イエーイ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 。皆さんどうでした？最近なんか変わりありましたか？まあ、僕はね、なんかね、あの家のね、ほうのね、あのプチリフォームを今してるんですけどね。はい、なんかね、結構いい感じになりましたよ。ここの部屋じゃなくて、もう隣の部屋ね。うん、結構なんかそのまあ棚をね、結構設置したんですよ。あの結構アメリカから取り寄せて、アメリカからのあの棚、アメリカの棚っておかしいけど、なんていうかな、スチールの棚をアメリカからちょっと取り寄せて、でまあ設置したんですけどね、4つぐらい設置して、もう倉庫ですよ、倉庫。はい、まあ僕はね、いっぱいね、なんかそのまああのフィギュアっていうか、そのまあ昔のね、オールドアメリカンのね、ものをいっぱい集めてるんですよ。それをね、置きたかったからね、もうそれ溜まってきたからね、まあそろそろね、まあ土台作らなあかんな思ってやってたんですけどね、まあそろそろね、まだね、そろそろじゃなくて、まだね、機会があればね、そこを紹介したいと思いますね。はい、まあね、皆さんね、やっぱり今回はね、なんかそのまあいろんなね、事件があるじゃないですかね。なんかそのなんか最近では、なんかその先生、学校の先生を暴行して、蹴って殴って逮捕されたってね、生徒、高校1年生の子がなんか学校の先生をどっついて逮捕されたっていうね、ニュースがね、話題になってるじゃないですか。あれもね、ほんまになんかもう時代のね、成り行きですよね。やっぱね、自分もね、ちょっとね、まあ、最近その自作パソコンを組んで、まあ僕がよく行く PC-1'sっていう、まあ、日本橋にあるんですけど、まあ、そこにおるね、キノコっていうね、まあ、話全然変わってるけど、まあ、店員がおるんですよね。その店員にちょっとね、まあ、話を聞いたり、まあ、パソコンのこと詳しいから聞いて、でまあそこで聞いて、まあ、触ってやって、まあまた家帰ってきて、自分でこう検索して、で結局そこで買わんと、自分でまあね、安いところで買うんですけどね。うん、そういうやり方やってて、そのね、話してる相手、さっきの言うたような、その PC-1'sの人が多分ね、その僕の予想ですけどね、繋がってると思うね、学校の先生と。なんか何らか知らんけど、頭のいい、パソコンのやつって頭いいやんかね。そいつがこう繋がってて、でなんか最近では、なんていうかな、その真面目なやつがさ、なんていう、ヤンキーとかに喧嘩売る動画とか今までありえへんかったやんね。だからあいつはもう、だからその、まあ、ほっと言うたら、頭がいい連中はさ、な、学歴社会やねんやからさ、な、そういう相手、そういうドキュンっていうのを相手せんとさ、ね、今までやっとったんやけど、なんか知らんけどね、最近そういうの増えてきたでしょ。あれ僕のせいかなと思うんですけど、少しはね、俺がちょっとあの頭いいやつをちょっと変えてるんちゃうかなって、頭いいやつを頭おかしくさせてるんかなっていうふうにね、思うんですよね。まあ、僕はちょっと考えすぎなとこあるんで、そこまで僕は影響力ないっちゅうにな。うん、まあだからそういう事件が発生してるやん。なんかその小学校とかに喧嘩売って、喧嘩売るツイッター動画とか、なんていうかな、その今まで喧嘩、今までその真面目なやつが勉強しか知らないやつが、そのヤンキーに喧嘩売るとか、ありえへんの。逆に喧嘩売るんやったらカツアゲとかするんな、カツアゲとか教科書とかするもん、逆にドキュンの方がやるんやけど、そ逆みたいになってるみたいな、逆になってるみたいな、うん、ちょっとおかしいですよね、世の中ね。学校の先生などつき、普通の真面目なやつがどつきな、そんなそういう事件を起こしたりって、うん、まあちょっと何かが変わってきてるんちゃいますかね、ほんまにね、時代が。うん、でここで言うけど、なんていうかな、やっぱ日本はマジでな、もうほんまに学歴社会やね。
やっぱりその学校行けへんと中学校卒業も中学校まとまりけんと暴走族やったりな、まあ、いろんな女と交わってな羨ましく見えるわな、自由に生きてるなとか、あの女一回一回していいなとか、女になやりまくってるこれな、これやりまくってるわとかさ、な俺ら、まあ、俺ら勉強しかして勉強とかゲームとかパソコンとかにな走るけど相手されへんからって言うてるけど羨ましいなと思ってるけど、やっぱね、あの大人になったらね、あの差が出てきますよ、ほんまに。あの学校行っとけばよかったってよく言うやん、ほんままさしくそれやと思う。あの時我慢して学校さえ行っとけばちゃんとあの大学とかね、あの高校ちゃんと卒業して大学まで行って卒業したらね、あとはねもうね、楽な人生やと思うよけどな。これ残りの一方は遊んできたやつ、学校も行けんと中学卒業で遊んできたやつ、暴走族とかして遊んできたやつはやっぱあの会社的にもさ、やっぱりそのあのなんていうかな、あのそのコンピューターの仕事とかできへんやんか。なんでここ担いでさ、重たいもん担いでさ、ここにいっぱいなんかこのなんかあの担ぎタコみたいなできてさ、飛びとか大工とかしかないやん、力仕事っていうのかな。どっちがええ？あの学校行かんと、学歴社会なくして学校行かんとな、現場で命がけで働くんと、ほこりまみれな、泥まみれで働くんと、力仕事なとな、学校行って真面目で学校ちゃんとしてな、一部上場とかまあいった企業に勤めて、ちゃんとしっかりした会社に勤めてな、行くんどっちがええって言ったらさ、女としての立場あったらさ、な不安定やね、もちろんな。現場仕事ってさ、雨降ったら休みやし、で体も壊したら、体壊す仕事やし、命もかかる仕事やからさ、やっぱり将来的に結婚する相手からしたらさ、女性から見た、女から見たらな、現場仕事の人とは将来性ないなとか思うやん。でまあ、結婚でもそうやけど、やっぱ俺親としてな、親として例えば娘がな、そのなんていうかな、好きになった相手が旅方とか飛びとかなんか中学卒業とかって聞いたらさ、ちょっと嫌やもんな、だいぶ嫌やもんな、うん、そういうとこあるよな、うん、だから学校ちゃんと行ってちゃんと学んで、まあ、学歴あればな、何の会社でも勤まるやんか、うん、で自分の好きな分野できるやんか、パソコンしかって IT 関係とかな、営業しかって営業とかさな、営業好きなやつおれへんか、うん、まあそういうな命かかる仕事じゃないやんか、うん、まあだからど安定し、給料の方も保証されてるし安定してるからさ、月給制でちゃんと社会保険があって、結婚したら結婚のね保証もあってね、子供ができたら子供の保証があって、家買ったら家、こまあ銀行が日雇い労働者かお金貸せへんわな、もちろんな、うん、でも一部上場勤めとったらな、3年4年勤めたらさ、家のローン組みたいねとかさ、2、3000万借りてるからな、それを30年働いて返すみたいな、うん、まあ僕は総合的に言えば、うん、学校をちゃんと行って学んで、ちゃんと大学卒業して、まあ、高校卒業大学卒業して、まあ、専門学校でも学校卒業してちゃんとやる方がいいと思う、俺はな、うん、だからまあ僕はね、道は大学卒業してるからね、うん、アホな大学かもしれへんけどね、あの大学まで行ってるから、まあその、大学もなんていうかな、俺の大学って農業大学で、農業の大学やねんな、農業を学んだ、農業に特権した大学やったから、まあだから社会に対応したらさ、別に関係ないわな、サラリーマンとしては関係ないわな、農業界からな、うん、でもやっぱ大学卒業してみんなになってさ、まあ、いろんな人とな、まあ、中学卒業の人とかな、接する機会があるけどさ、だいぶまあ、ほとんど中卒とか高校中退とかの人らばっかしかな、仕事場はな、で、まあ、その仕事場に対してもやっぱりその、まあ、一生懸命頑張ることが大切やな、うん、学歴も大切やけど、まあ、学歴やった方がいいけど、学歴なくてもいけるみたいな、まあ、どっちでもお前、まあ、どっちでも一緒なんやろな、うん、一緒やと思うねん。それでまたそこ喧嘩が起きんねんな。今まで憎らしてきた相手な、がな、いや一緒や、俺だと一緒やな、いや俺ら負けられへんな、二人とも負けられへんなってさな、ぶつかり合うみたいな、うん、だからほんまに、だからそのな、生き方やわな、うん。
生き方とお金の使い方な話がゴロって変わったけど、生き方とお金、まあ、大まかやな、めっちゃな、俺の説明は大まかやな。だからどっちか、どうやろうな、学校行くのがいいか、学校行かんと遊びまくって日雇い労働でも何でもしてとりあえず金稼げたらええわって、どっちがええか言ったら、やっぱ自分男はどっちでもええやんな。で男って養わなあかんやん、女を結婚して子供できて養わなあかんやんか。そこを考えたらな、男は俺のどっちでもええわだろうけどさ、その相手のことを考えたらさな、結婚する人相手のことを考えたらやっぱり、まあ、学歴あって、まあ、女からしたら社会ちゃんと社会保険があって、ちゃんと正社員で働いて安定した収入があって、まあ、社会的に信用があるな、信用がある会社って言ったら学歴がなかったら勤められへんからな、結局学歴なんねんな、うん、男としたら別に俺らからしたら別にどっちでもいいんやけどな、やっぱ将来考えたらそうなるかな。だから難しい話やね、うん。まあでもそのまあ中学卒業とか高校中退でもさ、な家族持ってさ、ちゃんとやってる人もおるからな、うん、まあどっちがええか言うたらどっちやろうな。さてどっちでしょうね、皆さんね、コメント欄に書いてくださいね。安定した収入、学歴ちゃんと行って、学校ちゃんと卒業して、大学高校卒業してちゃんと就職をしてな、安定した企業を勤めてな、勤めるんがええかな、それが中学卒業で遊びまくってな、女とやりまくってね、楽しい人生暴走族ブワーボン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 やってな、何でもやありでありでね、最終的に落ち着くからな、大人になってな。さてどっちがええかな、まあ、答えはね、どうやろうな、答えはまあ人それぞれかな、うん、まあ、成功者は成功するし、失敗者はほんまもう死ぬしかないからな、うん、死ぬか生きるかですよな、世の中ね、まあ、今ねもうインターネットで誰でも使えるやん。昔は特定の人しか使われんかったけど、今インターネットで誰でも使えるからさ、あれやわな、そのチャンスはいっぱいあるよな、うん、ほんまにチャンスはもう転がっとる、昔と違ってさ、俺の時代と違ってさ、今インターネットなんて普通やんか、誰でもスマートフォンで、スマートフォン触られへん人、俺らやろスマートフォン触られへんああいうやつなんて、まあ、それでやっぱそれで仕事に、ね、なる人もあるし、やっぱそれでまあ稼ぐお金稼ぐこともできるしさ、うん、まあそれができたら、まあ、学歴とか、まあ、そのうち関係なくなるんかなと思う。自分で個人事業をやって個人事業を成功させたいだけやもんな、うん、ということでね、まあいろいろなこと考えますよ、最近のなんかその世の中の情勢見とったらね、学歴あんのに喧嘩売ったりさな、あいつは何か不幸なんやろな、こっちから見たら企業ちゃんと勤めて学校ちゃんと行って、うん、ちゃんと安定した収入があったら別に他のもんいらんやんみたいな、でも不満があるよね人間はね、はい、まあいろんなこと勉強になりますよ、はい、情報をどんどん入れていったらね、いろんなこと勉強になります、はい、ということでね、皆さんね、学歴社会にちゃんと就任するか、自分自由に生きるか、今のその時代のニーズに応えるっていうことは、やっぱりそのね、時代のニーズに応えるっていうことは、やっぱりその時代時代に変わってくるからね、ほんまにね、はい、ほらね、終わりたいと思います。でも暴力はダメですよ。それじゃあいきますよ、せーの、ダブルダブルダブル、また明日もね、ダブルダブルダブル、はいはいはい、グッグッグッ。